こんにちは、 PIK ミュージックエンターテインメントの村井です。よくわかんないですよね。今日は演歌、あ、いや歌謡曲、ムード歌謡、ムード歌謡、演歌とムード歌謡のね、どう違うのか、ね、演歌はこう日本の流れですよね。どっちかというと日本、韓国、そういう流れですね。で、歌謡曲っていうのはどっちかというと、洋楽系の流れですね。進駐軍とかの影響を受けて、出てきたのが歌謡曲。そしてムード歌謡っていうのがさらにラテンとかハワイアンとか、ジャズとかそういうのがこう加わってきて、ムード歌謡っていうのができました。ね、ラテンパーカッションとかよく使われてるのはそのせいですね。ルンバ、チャチャ、ビギンなんてね、そんな感じの曲がたくさんありますけども、今日は島津豊さんのホテルを挑戦するんですけど、ね、島津豊さんといえば苦節10年、ね、曲をいっぱい出してたんですけど、なかなか、ヒットに恵まれず、そして出てきたのはこのホテル、大ヒット、ベーン、どこ行ってもかかってたこの曲ですよね。もう、この歌詞を聞いてドキッとした記憶があります。一度でいいからあなたの肌に爪を立てたい、ね、ドキッとしますよね。さて、それではちょっとやってみたいと思います。タラッタッタディラッディラッタラッタッタピラッピラッピャンピ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 ンパラッパラッタッタパラッタッタッタピピピピピピピン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 。手紙を書いたら叱られる、電話をかけてもいけない、ホテルで会ってホテルで別れる、小さな恋の幸せ、ごめんなさいね、私見ちゃったの、あなたの黒い電話帳、私の家の電話番号が男名前で書いてある、奪えるものなら奪いたい、あなたそのために誰か泣かしてもいい、奪えるものなら奪いたい、あなた一度でいいからあなたの肌に爪を立てたい、パラパラパパパラパパパビラビラビラビョン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 。でしょうか、島津豊さんのホテルね。でもなんか、ちょっと風の噂に聞いたんですけどね、まあ嘘であってほしいですけども、闘病生活でね、今島津豊さん、されてるということで、早くね、ご回復をいただいてね、回復していただいて、でまたあの甘い歌声を聞かせていただけたらと思います。ではでは。